はい、はい、はい、はい。陸上自衛隊が沖縄に大集結。え、これはですね、沖縄のですね、防衛がさらに固くなった、よしよしと喜ぶべきニュースなんでしょうかそれとも、例の有事、例の有事、お、台湾有事がですね、もう目の前に迫ってきてるんだな、というですねえ、悲しいで恐ろしいニュースなんでしょうかどっちだと思いますか皆さん。あもう困っちゃったわ、これ。どうもやめてこませんでございます。はい。え、これですね、あの、読売新聞のですね、すごいニュースをですね、今日、日本ですね、すっぱ抜いてくれましたね。え、一本目がですね、陸上自衛隊がですね、なんと沖縄防衛 集団を創設しますね。えー、集団というのはですね、四、えー、団ね一公四団とかよく言いますよね。とあと両団あのす、えー、数数千人単のですね、えー、小さな規模のですね軍隊ですね。この師団と両団の、えー、中間の三千人規模の軍隊でございます。かなり大きいです。よくですね両団というのはね小さな軍隊なんだけど、そんなにさらに小さなね大隊ですね、えー、連隊とか大隊とかあるんですよね。今回ねロシアウクライナ戦争でアゾフ大隊とかアゾフ連隊とかよく聞きましたよね。ずっとあのウクライナを守ってきた軍隊であるというような形で、えー、紹介されて ていたと思うまあ、いろんな障害のされ方らしてされてますけどねされてると思うんだけどもあの,あのアゾフ大隊とかアゾフ連隊よりもさらに規模が大きいとされる集団という単位の陸上自衛隊の軍隊がですねこれねえ沖縄にできるというお話でございますねそれだけではございませんはい。 もう一個がですね、あの、この間ですね、あの、日本政府がですね、あの、アメリカのですね、あの、ハープーンじゃなくて、何だっけ、トマホークだ。あの、トマホークをですね、5年間で500発買うぞというですねえ、大ニュースが流れましたよね。おそらくですね、あれをですねえ、格納しておくためのものなんでしょう。えー、どうか、えー、これ、これもね、えー、読売新聞のですね、えー、独自でございます。独自のニュースでございます。すっぱ抜きました。えー、自衛隊の弾薬を130頭整備へ、反撃能力、要目の長距離ミサイルを想定という形でですね、これね、えー、日本はですね、これね、あの、トマホークをですね、500発買うと、えー、それはですね、日本国 内で、独自に開発をしているミサイルが完成するまでのつなぎとしてですね。購入するという形のようなので、ええ、トマホークをね。格納するですね。えー、えー、なだろう。格納庫も必要ですし。しえ、その後ね、できる日本独自のミサイルを格納する。そのためにはですね。あのー、ね、建物も必要だしえ、そこも視野に入れてですね。2035年までに全国で新たに130トンの弾薬庫をですね。整備をする方向で調整に入ったという形でえ、日本の守りはですね。ガンガン硬くなってきてますと。とで、これをどう捉えるかなんだよね。えいい捉え方をするんであれば、あの沖縄のですね。先島,諸島 の方々っていうの、は怖かったわけですよねあの,、えーあのね、石垣島の市長もですね、とにかくね、市民の命を守ってくれと、そのためにはね、自衛隊に来ていただくほかないっていうこともおっしゃってましたし、あとね、あんまり入手にはならなかったんだけれども、先島市島のさらにね、ちっちゃいですね、えー、北大東大島とかでしたっけなんかね、ちっちゃい島がいっぱいあるわけですよ。そこには村があるわけですよ。で村にはですね、会議議会があるわけでございますよ。その村議会でですね、もう俺たちの島はやばいと、ちょっと沖に出ていったら、もう中国会計局の船が走り回ってると、こんな恐ろしい状況で漁なんかできないと、 ですねこれね自衛隊にうちのね島にですねこう中止してもらうしかないということがですね村の議会で決決定をされたというのニュースがね実はね地方の新聞では結構流れてるのよで一生懸命まあ動画にして取り上げたりとかしたけれども流れてるんですよそうあのね沖縄県民の方々も恐ろしいと思うんだけれどもさらに台湾に近い先島諸島の方々はもうね恐怖恐怖のずんどこにいる方々も結構いらっしゃるらしいんですよ、うん、でその方々にとってはですね実際沖縄を守るためこれ沖縄のね本島ではなくて主にはね先島諸島にですねこれね配備をされるらしいんですよ。 こ,れこの辺、この辺ね、えー。一番恐ろしいと言われるのは与那国島だよね。そして石垣島や三垣島。この辺りにですね。<laughs> の、島にですね、有事が起きた際に、一気にこの島民を守るため、そして避難をさせるため、その部隊としてえ、3000人規模のですね、このね、余談から格上げをしてえ、集団というですね、かなり大きなですね、えー、んだろう、軍隊が配備をされると。で、どのくらいの大きなところかというと、今現段階の陸上自衛隊の形っていうのは、えー、師団ね、何万人位のですね、一個師団と呼ばれる非常に大きな軍隊はですね、えー、東京、北海道中心に展開をしていると、えー。注目するべきはやっぱり北海道ですよね。えー、師団がですね、旭川と千歳2二つもあるんだよね。そしてですね、えー、今まで集団はなりません。 でした今まではその他旅団でございました。だから、ね、驚愕なのはですね、あの、沖縄っていうのは非常に中国に近くで危ないでしょ台湾以上者には間違いなく巻き込まれると言ったところがですね、死段が一個もなくてですね、え旅団で守っていたこれはですね、おそらくね、え玉木デニー、玉木デニーたちですね、あの、反日活動家の奴らがね、自衛隊が来るのをですね、一生懸命防いでいた、えその努力の賜物なんでしょうね。もう、沖縄県民の奴ら方々はもう本当ね、玉木デニーをぶち切れた方がいいと思いますよ。で、でもうその玉木デニーなんかでね、もう配慮してられないとえ。だからこそですね、旅団をですね、さらに大きな集団に え、それがですね、このね、沖縄防衛集団であるとね、新たに作ると言われる防衛集団なんでね。これ、じゃあ一個手段にし,てしまえばいいじゃねえかよとか思うんだけど、まだね、玉城デリーたちのせいでですね、弾薬庫もありません、え、基地もありませんっていう状況でございますから、いきなり一個手段にするのは非常に厳しいというところがあってですね、多分集団になったんでしょうという状況なんだよね。えー、とはいえですね、さっきも言った通り、これ、島民の方々にとってはですね、非常にこう、喜ばしいニュースねお、自分たちの命はですね、安全がですね、えー、守られる可能性が非常に高くなったというニュースではあるんだけれども、もう一個ね、俺が嫌な想定をしているのは、俺、米軍なん ですよこれね、10月の頭にこのニュース、中、中旬くらいかな、ね、このニュースが流れて、俺は大急ぎで動画にしてですね、結構叩かれたんですよ、あの時ね。あの時どういうニュースだったかというと、アメリカの空軍が沖縄のね、風な基地、常駐していたんだけれども、この常駐部隊がいなくなってしまうぞと。ね。沖縄に常駐をしていた、アメリカ米軍のですね、この空,空軍部隊がですね、常駐部隊がいなくなってしまう。撤収してしまうね、F15 でしたっけ。F15 の例の話ですよね。でもね、多くの方はですね、F15 この常駐部隊はいなくなるけれども、ローテーションで、巡回配備で、最新鋭の F-22 というですね、F-15 よりも圧倒的に強いと言われる戦闘機がですね、定期的に巡回配備をしてくれる。これはですね、F-15 ですね、数十機がですね、常駐配備されているよりも、きっと強いんじゃないのかっつってですね、俺結構叩かれたんですよ。ね、僕はですね、これね、F-15 のね、常駐部隊がいなくなるっていうのは、絶対にそのね、アジアの中でのアメリカのですね、プレゼンスが落ちるから、中国に間違ったメッセージを送ってしまうとね、あま日本 のね、防衛の能力が弱くなってしまうってことを動画で言ったんだけど、そんなことないんだ。お前は何も分かってないと。F22 が巡回して配備してくれ、されで巡回でね、ローテーションで来てくれることのありがたさが、お前分かったな。アホかとか、いろいろ言われたんだけども、見てみ、あれから2ヶ月近く経ちまして、やっぱりこの巡回配備では、防衛力が弱くなってしまうという言葉がですね、これアメリカの国内からも出ていてですね、見てみ、見てみ、俺言うた通りだっただろう。あのね、上中と巡回は全然違うわけさ。巡回してるっていうことはですね、 アメリカ軍が中国軍からの攻撃を恐れてるんですよ。ね、常駐していたらですね、そこの部隊が全滅しましましましてしまう可能性があるから、いつでも弾けるように、ああだから巡回配備ローテーションを組んだんですよ。で、それっていうのはある意味ね、まあ、ある意味別の考え方をすればですね、日本に無駄に置いておいてですね、攻撃されて全滅されてしまったら全滅させられてしまったら、米軍の力そのものが弱ってしまうから、米軍の力は温存するために中国から遠いグアムとかですね、アラスカとかね、あのまあ、アメリカ本土のですね基地に避難をさせようということでございますから、米軍そのものの力 持たれるじゃないかっていうことだと思うんだけどこれ日本の防衛から徐々に手を引いているという風にも感じられませんか皆さん俺にはそう感じられるんだよこのねこの米軍がねこの巡回配備がですねこれ上、えー、中が巡回になるっていう報道が大きくなるこの少しこのちょっと前くらいからですね岸田の動きがやたらと慌ただしくないですか日本国防に向けてめちゃめちゃ走ってんじゃんいや、それに関してはね岸田素晴らしいさすがって思いやるじゃんちょっと応援しやるよとか思うんだけれどもなぜ日本政府がこんなにね沖縄の防衛に 関してですねねこののゴゴリゴリに力を入れ始めたのか、ね、今までね、第二次世界大戦が終わってね、大東亜戦争が終わって約80年間ね、政治的にはですね、日米安保とかで揺れたことはいっぱいありましたよ。でもですね、戦場になる可能性がある地域、今であれば沖縄ですよね、沖縄に戦える人間ね、こう要するにあの自衛隊の方々がゴリゴリに何千人も入っていってるなんていう状況はありませんでしたからね。なかったからね。政治的な闘争はたくさんあったけれども、実際に戦争の準備が行われているであろうという状況が、えー、ね、に、沖縄とか北海道 いや、その、そのきっかけになったのは、米軍がね、微妙に手を引こうとしているから、だと俺には覚えてしまうんだよ。だってこれね、昨日のニュースだよ、これ。見てみ。あの立憲民主党、あの立憲民主党ですら、自衛隊が反撃能力を持つことを容認するぞって言い始めてるんですよ。 ね何があってもですね、この反撃能力が持たせるかって言われ言っていたですね、立憲民主党が何らかの情報を掴んだんでしょうね。維新の会とね、自衛隊と公明党、そして維新の会と国民民主党に続いてですね、反撃能力を持つべきだって言い始めてるんですよ。 これはね、あのね、国会の皆さん、何らかの情報をアメリカからもらってませんかもしくはアメリカにケツを叩かれたんですかねえ、うん、自分たちのことは自分たちで守ってくれと、アメリカは少しずつ手を引いていくからね、さすがにねえ、核を持っている中国と、核を持っているアメリカが、本腰を入れて戦争状態になったらもう世界が壊れてしまうから、えもしもの時、台湾有事の時、そして、え尖閣であるとかね、沖縄の先島諸島に中国軍がですね、こう乗り込んできた場合、沖縄、アメリカ軍はね、これね、一応ね、あの、威嚇はするけれども、実際に戦うのはですね、自衛隊頼むよとか、俺 言れたんじゃないのかなと思っちゃうんだよ。だからこそ戦える人間を数千人規模でですね、沖縄の防衛集団というですね、名前でですね、作ろうとしてるんだよ。間違いなくね。俺はそう思うんだよ。はい。というわけでこれ、喜んでいいのか、ね、それともですねえ、覚悟を決めなきゃいけない情報なのか、わからんけれども、ただこの状況、情報は事実でございます。絶対に頭に入れておいた方がいいと思いましたので、皆さんにお伝えします。いきますね。陸上自衛隊に沖縄防衛集団が小設されます。え、師団と四団の中間の3000人規模でございます。いきますね。うん。 え防衛省は南西諸島防衛の中核となる新たな部隊としてちょっといきなりコーヒー飲みます。 陸上自衛隊に沖縄防衛集団を創設する検討に入りました。現在の陸上自衛隊第15旅団をですね、旅団に部隊をさらに追加配備をして規模を大きくして、2027年度までをめどにですね、組織を新編するというお話です。複数の政府関係者が明らかにしました。月内にですね、閣議決定される防衛、防衛力整備計画ですね、これを俗入ですね、中期防衛力整備計画ですよね、に創設方針を乗り込む方向で、方向であると。第15手段は2010年に成立、 設立されまして司令部を置く那覇駐屯地にはですね歩兵部隊にあたる普通科連隊のほか防空を担うですね戸車特化連隊偵察隊などいや計約ですね2000人の、ね、隊員をですね要するそうでございますこれにさらにですね普通科連隊一つを加えまして沖縄防衛集団に格上げをするね旅団からですね沖縄防衛集団にですね格上げをする計画なんです新編後のですね規模は約3000人程度の見込んでいるとこれはですねある意味老城戦をですね前提するんであれば1万人隊のですね中国 きてもある程度は踏みとどまることができる人数です。 ね、アゾフ大隊は工場に留まって700人規模でですね、数千人隊のあロシア軍に対してですね、公然の立ち向かったでしょう。だからね、結構戦える軍隊なんですよね。はい、引き続き、那覇駐屯地を拠点として、新たな用地取得などは行わない見通しであるとね、将来のね、新しい基地を作るつもりで、作る意味でも、俺ね、この用地取得は早く進めてほしいと思うけどね。え、誰か、デニーとかが邪魔してんのかなうん。え、陸上ので自衛隊のですね、作戦部隊は9つの師団と、これに, <laughs> に準じるですね、6つの旅団に対別をされますが、新兵するこのの集団というものを そですね。両者の中間の規模に位置づけられています。と、覇権主義的な動きを強める中国が台湾の武力統一に踏み切る可能性が指摘をされる中、台湾に近い南西諸島の防備を固めるためにですね、えー、旅団からですね。集団への格上げが必要だと判断をしましたらわかります。中国が台湾を攻めてきて、台湾有事が起こったらまず間違いなく、与那国島とか石垣島とか少なくとも尖閣はですね。戦場になるんですよ。もうそれを想定しての軍隊を作るっつってんの。 戦後80年、ここまでの具体的な動きっていうのはなかったですからね。もう戦争を目の前に迫ってきてますよ。はい。えー、陸上自衛隊は16年の3月に与那国島、19年の3月に宮古島にそれぞれ駐屯地を新設し、えー、今年度中にはですね、はい、石垣島にもですね、新たな駐屯地が完成する予定でございますと。えー、国境を守るですね、えー、沿岸警備隊、えー、沿岸警視隊や、えー、警備隊などが常駐するが、最も規模の大きい宮古島のですね、駐屯地でも隊員は約700人に留まっておりますと。えー、沖縄防衛集団が発足をすれば、 有事の際に沖縄本島から各離島への部隊をですね、機動的に展開することが可能になります。え、本土からのですね、応援部隊が到着するまでの間の防衛体制を整えまして、抑止力の向上につなげる狙いがあるそうでございます。はい。そしてですね、沖縄防衛集団は、有事に住民を避難させる国民保護の強化やえ、有事にですね、偽情報を拡散し、これに、中国は認知戦をやってきますからね、えー、この偽情報を拡散し、赤いだったわ。え、住民のですね、動揺を担うですね、認知戦への対処も担う見通しであると。ね、え、国民保護ではですね、地方自治体での連携を緊密にして、 え、役割分担などを明確にすると、ね、これ地方自治体ってね、トップがデニーだからね、どのくらいですね、これね、連携取れるのか分かんないんだよね。もうなんであいつをね、もう知事にしちゃったかな。もう沖縄県民ね、これ、デニーのせいでね、これ死ぬ人数変わるぞ新、戦争起こった時、本当に。そのくらいの大問題だよ。認知性に関してはですね、情報収集、そして発信体制をですね、整えることを目指すというですね、まあある意味でも勇気をもらえる記事だよね。日本政府は本気で、自衛隊は本気で沖縄を守りに来たということだからね。そしてですね、こ 日本全体のこれはには関係あります日本全体に関係あるニュースですねはいさっきも言いました独自え自衛隊の弾薬庫130頭整備へえ反撃能力を要の長距離ミサイルを想定とはいえ政府はですね自衛隊の形成能力を強化するため2035年までに全国で新たに130棟のですね残薬弾薬庫を整備する方向で調整に入りました従来の弾薬に加え自衛目的での敵のミサイル発射拠点などを破壊する反撃能力の要となる長距離ミサイルのですねスタンドオフミサイルの保管を主に想定をしていますともうねミサイルをゴリ ゴリゴリに購入するつもりなんだよねこれすごいよ <coughs> あ、ちょっとコーヒー飲みます 沖縄県にあるですね、在日米軍の弾薬庫の活用も検討するとえ、複数の政府与党関係者が明らかにしました。え防衛省はですね、陸上自衛隊が約90頭え、海上自衛隊が約40頭の弾薬庫をですね、それぞれ整備する計画で調整を進めます。まずは5年間で60頭から70頭のえ整備を目指すそうでございます。これね、新しく新設してくんねえかな、どうせですね、古い建物をですね、改装するくらいなんでしょう。もうちょっとね、しっかりしたものを作った方がいいと思いますよ、はい。え政府はですね 能力の保有を明記する方向性であるとね。で、これにですね。ゴリゴリに反対をしていたあの立憲民主党ですらですね。容認賛成する方向で動いてるんですよ。今どんだけ危機的状況が強まってるのか、ちょっとそろそろ分かった方がいいよ。本当にね反撃の手段としてはですね。陸上自衛隊の12式地対艦誘導弾の改良型やアメリカ製の巡航ミサイル、トマホークなどをですね。見込んでおるとえと、ー、まミサイルはですね。長期化すると大型になるためえ、保管施設の新設や拡張が必要となっていました。不十分とされる弾薬の数量も大幅に増やすことが。 きますね、はい、えー。防衛省によるとですね、弾薬庫は全国に約140頭ございますが、北海道など北部に偏っていますと、えー、全国に分散をして保管する体制を整えるとともに、えー、台湾有事を念頭にですね、えー、南西諸島での整備にも注力をするというお話でございます。 結構ゴリゴリで本気だって分かっていただきました。何回も言いますね。戦後80年ですね。え、ここまでね、政治闘争はありましたけれども、実際に戦う人間たち、実際の自衛隊たちがですね、ここまでゴリゴリに動いているっていうのは、この戦後80年ございません。間違いなく初めてのことでございます。はい。台湾有事は多分近いのかな。そしてそこにはですね、米軍の力添えが、思った以上に弱い可能性が俺出てきている。だからこそですね、えー、岸田は急いで自衛隊をこんだけ動かしていて、トマホークを500発購入 してそしてこれを格納するためのですねあのー、100な弾薬を130と新設装備をしているのかなというにしか僕には思えないんだけどねはい。えこの手の情報ですねマスコミはですねこういうねあの読売新聞が一部報道するくらいでなかなか大きく取り上げないからですねこれまたねいろんな情報をほじくり返してですねやっぱり自衛隊ゴリゴリ動いてますよという情報が見つかったらですねまた皆さんにお伝えしたいなと思いますのでもしよろしければチャンネル登録をお願いしますというわけで熊さんの動画は終わりたいと思いまーすバイバイ